やばいよこれね。はい。匂いが。あ、いいよ。いい。うん。場所わかる？探す。あのね、玄関のとこね。あった。やっとくね。あ、でかい。はい。おかえり。ただいま。そっちから入れる？あ、あ。死んだよ一回。本当？うん。なんか。コロネスキーの生首がトイレにぶら下がってたよ。びっくりしたよ。トイレに飾ってんだ。そう、生首がね、一個飾ってあった。座ったら目が合うようにしてる。ね、思った。マジでと思って。目あった？うん、あとなんだっけ、あと指だっけ。指？なんかもう一個飾ってあった。あ、細犬かな。あ、細犬とね、生首がトイレに飾ってあった。うん、飾ってあります。なんかしかもその下にさ、うん、綺麗な花がさ、添えられてるから。ちって、いよいよそれじゃんと思ってさ。いや、あれは芳香剤でしょ。マジでトイレしながらね、絶妙なね、感情になってたわ。コロネスキーの話じゃない。タイミングで、なんかコロネのいやーっていうのが聞こえてきて、これ通報されないのかなと。みんな違うからね、本当に。コロさんさ、マジでさ、うん、通報されたことないの、叫び声で。ないよ。すげーよ。友達だよ、隣の人とも。なるほどね。うん、まあそういうこともあるわ。あるある。ある。泣かないで。まだ思い出して、トイレに吊るされてるコロネスキーの生首吊るしちゃったんだよね。あ、ちょっと行き過ぎちゃったかな。なんであれ吊るしたの？え、毎日行くところに何か置きたいなと思って。結構可愛いんだけど、なんかそれが生首だとなんかちょっと考え深いものがありますね。お風呂だと湿気っちゃうからさ、洗面所とかだったら。お風呂に吊るす予定だったんだ。洗面所がいいかなって思ったんだけど、はあはあ、なんか結構一回置いたら湿気っちゃったからさ、湿っちゃった。あ、一回置いたんだ。そう。なるほどね。トイレがいいかもと思って。嬉しいね、さすが。プロコロネスキーは。ほら、コロネスキー喜んでる。このピンクのやつ喜んでるでしょ。あ、これ照れてるやつだね。これ照れてるピーマンだ。照れてるピーマンだね。そうなんだ。うん、スバーちゃんのリスナーさんはさ、うん、なんか照れたらどうなるの？なんか、え、照れたら、うん、照れることあるの？なんか、照れることあるの？照れるようなこと言ってないからな。いや、ないよとか言ってるけど、うん、なんかスバトモは意外にこういうの恥ずかしがるから。あ、そうなんだ。ないようなふりして、かわいい。実はあるけど悟られたくないんだよね。そうなんだ。可愛いとこあるじゃ ん、ね、シャイなんだね。そう、シャイなの。シャイボーイなの。いいね。そうなんだよね。スバトモはね、恥ずかしがり屋さんが多いんだよ。でもみんなそうだよね。そう、そうなの。シャイボーイだ。シャイボーイ、シャイガールが多いんだよね。ね。